今回紹介するのは、大王城という本です。老い、病、死についての巷の人々の言葉は心にしみる。長六助が1994年に発表した発行部数200万部を超えるベストセラー、人は皆必ず死ぬ、死なないわけにはいかない。それなら、人間らしい死を迎えるために、深刻ぶらずに、 気楽に老い病そして死を語り合おうと著者が全国津々浦々を旅する中で聞いた巷に生きる人々の語る寸言を集め著者が実っの死に際して思ったことなどを綴っている姿勢の人々の本音にはハッとさせられるもの分かっちゃいるけどそりゃ無理だよねと思うもの思わず笑ってしまうもの 様々である子ども電話相談室への質問どうせ死ぬのにどうして生きてるの著者絶句人生ね当てにしちゃいけません当てになんぞするからがっかりしたり悩んだりするんです当てにしちゃいけません当てにしなきゃこんなもんだで済むじゃありませんか病人が集まると病気の自慢をするんですよね。もちろん 重い人が尊敬されるんです死にたいように死なせてあげたいホスピスの医者としてはそう考えるのですがねこういう死に方をしたいというイメージのない人ばかりなんです生き方ばかりじゃ最後に役に立たないんですけどね人生50年というのは寿命のことじゃありません50過ぎたら人間みんな同時だっていうことです生きている目的は死ぬことですよだとすれば 見事に死んでみせようとするためには今死んでも大丈夫なように生きるしかないですよ。と自分が重病になった時や死に直面した時いやとりあえずは元気に毎日を過ごしている時にもこんな風に考えられたらというヒントがたくさん以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。